マルチレベルコーチはカナダの鉄道車両メーカーであるボンバルディアトランスポーテーションが北アメリカの鉄道事業者へ向けて展開する鉄道車両のブランド名。車両限界が狭い路線向けに開発された定員数が多い2階建て客車である。この項目ではマルチレベルコーチと同型の2階建て電車であるマルチレベル3についても解説する。2002年12月、 ニュージャージー州を中心に公共交通機関を運営するニュージャージートランジットは深刻化していた通勤列車の混雑を改善するためボンバルディアトランスポーテーションとの間に新型客車の大量導入に関する契約を交わしたその際に提示された条件に基づきボンバルディアが開発したのがマルチレベルコーチであるそれまで NJ トランジットで使用されていた客車は1階建てであったがマルチレベルコーチは客席定員をはじめとする容量増加を目的に2階建て構造を採用しており従来の客車列車から座席数が15から30%増加しているその一方で NJ トランジットの走行区間に存在するハドソンガーカブを潜るトンネルのような車両限界が狭い路線にも対応できるよう 前高は4.4メートルほどに抑えられているほか、車体の両端は1階建て構造となっている。車体にはステンレス鋼が、台枠には高張力鋼が用いられている。車種として、運転台が設置されている制御車と運転台がない、中間客車が製造されており、後者はトイレの有無による2種類が存在する。車内の座席配置は22列のクロスシートを基本としており、 従来の車両と比べてシートピッチや通路の幅が拡大し快適性の向上が図られている。またバリアフリー面の配慮もなされており、1階建て部分には車椅子や自転車が設置可能なフリースペースや車椅子対応トイレが存在する。冷房や照明に必要な電気は連結される。機関車から供給される。乗降扉は車端に。 低床式、1階から2階部分の境に、高床式プラットフォームに対応したものが、車体両側面に2箇所ずつ設置されているが、制御車については、運転台が片側に存在する関係で、低床式プラットフォームに対応した乗降扉は1箇所のみ、存在する。2006年にニュージャージートランジットで、営業運転を開始して以降、マルチレベルーチは、以下の事業者に導入されている。 2000年代に各事業者へ導入が実施された一時車はマルチレベル I。2010年代以降に導入された二次車はマルチレベルツーとも呼ばれる。下記の車両のうち2020年時点でニュージャージートランジットに在籍する8両についてはニューヨークとアトランティックシティの間に運行していたアトランティックシティエクスプレスサービス向けに製造された車両で2012年の事業停止後に ニュージャージートランジットへ転属した経緯を持つ。アシック時代は観光客の利用を考慮して、優等座席やバー、大容量の荷物室が設置されていたが、転属に合わせて、これらの設備は撤去、もしくは改造されニュージャージートランジットの車両と仕様が統一されている。2018年12月、ニュージャージートランジットは、 1970年代に製造され老朽化が進んでいた1階建て電車のアローやこれらを改造した1階建て客車のコメットの置き換え及び今後の輸送力増加を目的にボンバルディアとの間に113両の2階建て車両マルチレベル3導入に関する契約を交わした。これらは従来の車両と異なり交流電化に対応した中間電動車を連結する2階建て電車として 使用される予定で、一両単位で走行可能なアメリカの電車として、初めて交流電化に対応した回線ブレーキが搭載される。また、車内には USB に対応した充電ポートや情報ディスプレイが設置される。運用開始は2023年を予定している。ありがとうございます。